本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。こんにちは、文藝春秋の安尾と申します。今日は、第31回松本清張賞を受賞された、井上咲人さんに、その受賞作、いつだボムについて伺っていこうと思います。井上さん、よろしくお願いします。井上咲人です。よろしくお願いいたします。はい、ポッドキャスト初登場。一応その成長層の贈呈式の時の祝辞の、そうですね、米沢先生の祝辞の後に自分の受賞者の言葉を喋ったのが流れたぐらいですね。いや、あれ素晴らしい祝辞と素晴らしいスピーチで、本当にあれ聞いただけでもこの作品のことすごくよくわかる感じがして、素晴らしいスピーチだと思います。そう、このいつだボムっていう小説が、グラフィティっていう、路上の落書きをテーマにした作品で、まあ、すごいストリートな作品、ストリートカルチャーについての作品だと言ってもいいような小説なんですけど、めちゃめちゃストリートな人が来たらどうしようって本当に僕思ってたんですよ。受賞ってなって、僕が担当するってな、分かってる状態で、井上さんと、この後井上さんもいらっしゃるってなって、どんな人が来るんだろうって、まあ、もちろん写真はね、拝見してたんですけど、はい、応募の時の。でも実際どういう人かっていうのは分かんない。メールもね、多少はやり取りしてましたけど、そんな人柄が分かるほどのねやり取りをしてなかったので、そう、なんかめちゃめちゃなんかね、フードかぶってスケボー担いでやってきたらどうしよう、どうしようってわけじゃない、怖いとかじゃないんですけど、そういう人なのかなって思ったりしてたんですけどね。いや、そうじゃなくて、すごく誠実に文芸のことが大好きな青年なんだってことが、あのスピーチでみんなにバレちゃったというか。はい、あれすごい緊張されましたか？いや、もうめちゃくちゃ緊張しちゃって、自分でもポッドキャストの声は聞き返したくないので、米沢先生の喋り終わった方で聞いてます。事前にね、ちょっと相談しましたね、スピーチ何喋るかって、はい、一回ほぼやっていただきましたもんね。そうですね、ドイツ酒場みたいなところで、はい、お酒を飲みながら安尾さんに話して、安尾さんがもっとゆっくり喋ってくれれば大丈夫ですって言われてそうそうそう、あまりゆっくりは喋れなかったですね。いや、でもそんなことなかったですよ。もっとやばいことになるかと思ってたけど割とね、早口で喋れちゃう方なので、どうなるかなと思ったけど、すごく良かったです。ありがとうございます。はい、と言ってスピーチを評価してしまった。はい。で、今日このいつだボムっていう作品の見本が完成して、ついさっき初めてご覧いただいたところなんですけど、ご自分の書いた小説が本になりましたが、いかがですか？でも本当に感動と言いますか、まずこのいつだボムの本の想定とデザインと質感がものすごくかっこいいんですよ。いやー、ありがとうございます。はい、なので完全に自分自身の作品が本になったっていう考えというよりも、うん、自分自身の作品がこんなにかっこいいものを作ってくれるきっかけになってくれたんだっていうところの感動の方が逆に先に立つくらいかもしれないです。嬉しいですね。いや、でも僕もこれ作っていて、何回も何回も興奮する場面があったんですよね。もうゲラができた時とかも興奮したし、これそう、想定が、まあ、グラフィティの話なので、カバーのデザインのために、グラフィティを描いてもらいたいなと思ったんですよね。で、そういう話もしてたんですけど、井上さんとも。やっぱ場所が難しいよなって話をデザイナーともしていて、で、デザイナーが、思いついてくれたのが、文春の地下の駐車場の壁に書いてもらえばいいんじゃないですかって言ってくださって、あ、そういう手があるかと思って。で、会社に交渉したら、OK が出たので、実際に書いてもらって、パーティーになったんですよね。そうですね、その現場に井上さんも来ていただいて、はい。みんなでお酒を飲みながら書いてるところを見るという。そうそう、その時のことは、文春読書オンラインの方で井上さんがエッセイを書いてくださってるので、もし、まだお読みじゃない方がいらっしゃったらぜひ読んでください。めちゃめちゃ面白いので。でもあの時がグラフィティを見るの初めてだったんですもんね。そうですね、グラフィティの書いてるところ、ね、実際のグラフィティ書かれた後みたいなのはもうたくさん見たし、めぐってもきたんですけれども、うん、本当のライターさんが目の前で書いてるところを見るっていうのは本当に今までずっと、まあ、もちろん普通に暮らしていればないものなので、そうですよね、なかったので、で本当に書いてる方の感触っていうのはこういう風なんだっていうのがいろいろと端々から載せていて、うん、まあ、これはエッセイの方に、先ほど安尾さんが紹介いただいたエッセイの方にも書いたんですけれども、スプレー缶とかの方の攪拌するときに床にどんどん叩きつけるとか、あれ衝撃的でしたよね。はい、なんか最初本当になんか安尾さんとかと私で顔見合わせて、
ちょっと怒ってるのかみたいな。そうそう、怒ってるのか、もう酔っ払ってて、手元が不如意なのかなみたいな思いましたけど、あれ混ぜてるんじゃないですかって井上さんがおっしゃってて、あ、そうかって。ね、あの缶とかもちょっと持たせてもらいましたけど、想像以上に重たいというか、重厚感ありましたよね。そうです。缶重いんですよね、あれ。重い。これでなんか何時間もピース書くとかって超大変だなって思いました。しかも7月頭のすごい暑いところで。そうです。なかなか楽しいパーティーでしたね、あれは。あれは楽しかったです。はい。またやりたいぐらい楽しかった。またやりたいですよね。またじゃあグラフィティを書いてる小説書いていただかないと。そう、いつだもむ2を。いつだもむ2を書いていただく。その時は何を書いてもらったらいいんでしょうね。いつだもむもう書いたしなっていう。あ、でも違うパターンで書いていただくっていうのもありかもしれない、ね。書いてもらった後に2っていうからなんかオーバーで。ああ、なるほど。それも面白いですね。そう、でもその時の模様はいろいろ映像とかでも収録してまして、目下動画を作っております。めちゃめちゃかっこいい動画ができています。音楽とかもね、オリジナルで作っていただいたりしてて。それも、もう、このポッドキャストが上がってる頃にはもしかしたら見れる状態になってるかもしれないので、ぜひ見ていただけたらなと思っております。そして、イベントがね、2本控えてるんですよね。1本目が9月の12日に、Zoom のオンライン配信で、IWGP シリーズの石田イラさんと対談をしていただくことになっておりまして、緊張しますよね。本当に緊張しますというか、私自身の気持ちとしては嘘から出た誠みたいな気分なので。そうなんですよね。それこそドイツ酒場で飲んでる時に、もう夢レベルの話でいいんで、誰かと対談するってなったら、誰と対談したいとかありますかって伺ったら、最初に出てきたお名前が石田さんだったんですよね。ちょうどこの、いつだもんが9月10日に出るんですけど、9月の後半に石田さんの IWGP シリーズの記念すべき第20巻が発売になるということもあって、じゃあちょっと一緒にやっていただこうということで、そのために今、井上さんは IWGP マラソンをされたと。はい、もうほぼ完走。そうですね。もう1巻から外伝含めて読み返すのもあれば、初めて読むのもあれば、みたいな感じで19巻までを読んできました。うん、20巻についてもいつでも読める体制に。そう。もともとね、すごい好きだった作品ではあるというふうには伺ってたんですけど、今回初めて読む作品もあったりする中で、いろいろやっぱ気づいた部分とかがたくさんあったと伺っているので、その辺をズバズバ石田さんに聞ける回になるといいですね。ズバズバ聞くのはちょっと恐ろしいので、恐る恐るになるとは思います。そうですね。本当に作家の先輩としていろいろ教えを請うというか、アドバイスをたくさんしていただける回になったらいいなと。そう、さっきでもメモを拝見したんですけど、どうやら好きだった短編、いろいろメモされていたみたいですけど。はい。まあでもこれも、どうですか、石田さんの前で読み上げる余裕がないので、今。あ、ここで発表しちゃいます？ここで発表していいかもしれないですね。した方がいいかもしれないですよね。ベスト10があるんですよね。そうですね、ベスト10がありまして、で、ベスト10で言っても順不動なんですけれども、まあ好きなものを10個上げていくと、うん、まあ、まず第1作、池袋ウエストゲートパーク。うん、第1作の1編目ですね。で、次がサンシャイン通りシビルウォーディーが内戦。うん、これが1作目の最後の中編のもの。で、次は水の中の目。2作目少年計数機の中編の4作目ですね。はい、で、ここからが5冊目の反自殺クラブのものが続くんですけれども、はい、伝説の星と反自殺クラブ。うん、で、次が、これがちょっと何回目かパッと出てこないんですけど、滝の川炎上ドライバー。はいはいはい。で、この後が復活後の作品で、はい、ゾウのパレード、はい、トキワダイヤングケアラー、YouTuber、アットビス劇場。うんうんうん、で、それから外伝の、一番最初の方、キング誕生じゃない方の外伝のルージュノワール、はいはいはい、作っていうのが読み返して、今整理して、今のベスト10はこれかなっていうところですね。いや、いいですね。その辺の話でもやっぱちょっとイベントでいろいろ伺いたいですね。そうですね、ちょっとともすればファンボーイになってしまうんで、はい、ちょっとそこら辺の抑制は引かせつつ、まあそうですね、私も作家になりたい身として、はい、頑張っていくのはどうすればいいですかみたいな話ができればと思っております。はいはい、9月12日にこちら、無料で見れるものなので、皆さんぜひ、ご覧になっていただきたいなと思っております。そしてもう一個が、9月19日に、紀ノ国屋書店の新宿本店の方で、こちらも無料のトークイベントプラスサイン会みたいな会が行われます。あ、どちらも、夜の19時ぐらいからのイベントなんですけど、これは弊社きってのミステリー2の編集者と言っていいでしょう、長島というものがおりまして、
その長島と一緒にお話ししていただく形になります。これはもう井上咲人とは誰なんだ、一体どういう人間で、なぜイッツ・ダ・ボムという小説が生まれたのか、そしてイッツ・ダ・ボムは何が新しくて何が面白いのかというのを長島を案内人として、深掘りしていくような回になるなったらいいなと思っております。井上さんね、このイッツ・ダ・ボムはまあミステリーではあるんですけど、まあその本格ミステリーとか、あの犯人当てみたいな、そういうタイプのミステリーではないけれども、そういうミステリーをたくさん読んでいらっしゃったミステリーファンのお一人なんですよね。そうですね、まあミステリーといったら本格ミステリーみたいな感じの自分の読書好きとしてのそういう時期もありましたし、まあその後ミステリーっていうのが、まあだいぶあのこういう本格ミステリーだけがミステリーじゃなくって、まあ、ハードボイルだったり、クライムノベルだったりっていうやつもミステリーだなって思うようになって、うんうん、むしろそっちの方が自分が好きなんじゃないかみたいな読書遍歴の方の流れがいろいろありまして、はいはいはい、で、まあ、むしろそういう読書遍歴の中にも、その長島さんっていう人が結構大きく関わってくるといいますか、はいはいはい、まあ、編集として出してる本もいろいろクライムノベルの名作と傑作ばっかで、最近はピエール・メートルの邪悪なるお蛇とかも出していらっしゃったりするんですけれども、はい、最新刊ですね。そうですね、関わってきくるので、まあ、むしろ逆に犯人当てとかじゃないけれどもミステリー好きだからこそこういう作品になったんだねみたいな話にはできるんじゃないかなと思っております、うんうんうん、そうですね、ぜひそういう話を伺いたいなと思っております。僕もすごく楽しみにしています。読書遍歴としてもそうだし、ご自分 の、 あの創作の流れとしてもそう、あの歴史としてもそうなんですよね。高校生の頃とかはもっと本格っぽいものを書かれてたと伺いましたけど。そうですね、昔は本当に本格ミステリー読んで本格ミステリーを書いてみたいな感じだったので、うん、まあ、高校生の頃の自分が今このいつだもも読んでどう思うかって言われたら結構、まあ、あの頃の自分だったらもしかしたら面白がらないかもしれないなみたいな気持ちはあります、ね、なるほど。そういう遍歴合わせて井上さんのことを知れる回になったらいいなと思っております。こちらもまだというか無料イベントで、予約もできるんですけども、ふらっと立ち寄っていただいても見ていただける回になってますので、サイトで調べていただけたらなと思っております。じゃあちょっと発売は9月の10日ということで、今この収録が8月の29日、あとちょっと、もう本当に2週間ちょっとで本屋に並んでいく、書店に並んでいくわけですけれども、どうですか？いや、緊張してますよね。でもナーバスにはなってない、まだ。ナーバスな感じじゃなくて、はい、ただ今手元にこの本の実物が来て、はい、これが本当に書店に並ぶし、で電子書籍とかでもこういうのが、うん、そのまま読めるような状態になるんだっていう風に実感がじわじわ湧いてきて、はい、一瞬嫌な汗が出るかなって感じですね。いや、もうでも自信を持って僕は送り出せるなと本当に思っております。めちゃくちゃ面白いし、かっこいい小説。今一番イケてる小説なので、はい。あの皆さんぜひ書店とかで、手に取ってみていただけたらなと思っております。ではまた井上さん、ポッドキャストにもまたご出演ください。はい。よろしくお願いします。じゃあ今回はここまでで。井上さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。